今日は希望的ビジネスの罠についての話をします。今私はプーケットのパンタオビーチというところに来ています。ここに来て今のホテルに滞在してるんですけども、今このビーチの目の前にあるビーチフロントの素晴らしいスイートルームに今滞在してるんですね。でそこのスイートルーム、もうドアを開けると目の前が海っていう状態で、本当に素晴らしい部屋に今週末に滞在することができているわけなんですけども、ここのねホテルに来た時に最初は実は泊まるつもりがなかったんですね。で、その昼間に子供のための何か面白いプールアクティビティがやってるということで、それで来たんですね。でそこでその私の奥さんがこのレセプションの担当の人に部屋が空いてるかというふうに聞いたんですね。でそしたら空いてるよというふうにそのホテルの人が言いました。で、そこでそのホテルの人が部屋を案内してくれて、で一番いい部屋が空いてたんですね。そのホテルのビーチの目の前にあるスイートの一番いい部屋が空いてたんですよ。しかも通常の価格の4分の1ぐらいの価格のすっごくリーズナブルな価格でその部屋に滞在することができたわけです。でなぜそういったことが起きているのか、これは今コロナでタイのプーケットには観光客が全く来てない状態なんですよ。で今このビデオを撮っている時はちょうどチャイニーズニューイヤーのシーズンで、本来であれば観光客がたくさん来ていて部屋を取ることができないんですね。でも今お客さんが誰もいないから部屋を取ることができて、で実際私はここで最高の週末を過ごすことができたわけですよ。ほとんど人がいないようなプライベートビーチで、で素晴らしい週末、素晴らしい部屋で最高のサービスで過ごすことができてるわけなんですね。でこれは今一つ起こっている現実、それをですねすごくよく表していると思うんですよ。例えば今多くの人は、おそらく多分ね世界中にいる人で、場合によってはロックダウンしている国もあるし、そうでない国もあります。でそうじゃない国の人はおそらく多分コロナの問題は解決したから、もうそんなに多分ワクチンもできたしこれからは大丈夫だろうという形で全然みんな気にせずにですね外に行く人も多いわけです。でまあ今コロナが今ね、ニュースではすごく騒いでるけど、周りを見渡すとみんな外出てるし問題ないんじゃないか、じゃあ今の状態もきっとなんとかなるだろうという形で楽観的な希望を持っている人、そういう人も結構多いと思うんです。でこれは今のね状況、今私がなぜここのプーケットで最高の5つ星ホテルで最高の部屋を通常価格の4分の1の値段で泊まることができているのか、それはこのコロナの現実というものを表しているわけですね。今実際プーケット、私が住んでいるプーケットは観光客が全く来てない状態なわけです。で世の中では大丈夫大丈夫って言ってる人もいるけど、現実はどうなってるかっていうと誰も来ないから部屋が空いてる。で私はそこでこのプーケットに今住んでいてね、でなぜ住めてるのか、でプーケットに住んでいて、で昨年ねコロナの問題があって、で自分の国に帰ってしまった外国人の人もたくさんいるわけなんですよ。でそういった中で私がプーケットに住むことができているのは、これはオンラインのビジネスを作っているからなんですね。オンラインでビジネスをやっているから全く影響を受けてないわけです。だから本来であれば一番ハイシーズンでホテルの部屋が空いてない時、その時にそのプーケットの最高級のビーチリゾートに来て誰もいないところで、そこで普通だったら考えられないぐらいの格安のリーズナブルな価格でそこの部屋に泊まることができて、でこれが今やっぱり一つ起こっている現実で、私たちが考えなければいけないのは、その私たちは希望を抱きたいわけですよね。できっとなんとかなるだろう、周りの人もそうやってやってるから多分同じような考えであればなんとかなるだろうっていうふうに思ってここで何も行動しない人、
そういう人がいる反面、いや今起こっている現実を見渡すと、今世界はね本当にこう経済が止まってる国もたくさんある。でこういう状況でいろんなものが変わっていって、今多くの人がオンラインで時間を過ごす時間が増えている。で多くの人がオンラインで商品を買ったりとか、オンラインで人とコミュニケーションを取るということに対して抵抗感がない人がすごく増えているわけです。実際に私のコミュニティ、オンラインビジネスを学んでいる人のコミュニティっていうのは、2020年から今年の2021年にかけてここに本当にたくさんの人が集まってきて、すごく大きいマーケットになっているわけです。それが現実なわけですね。だから今のあなたの現実をどういうふうにそれを見ることができるのか。で希望的観測でビジネスをやると失敗するんですね。でこれはホープマーケティングというふうに私は言ったりします。ホープマーケティング、ホープビジネス、ホープマーケティング、要は希望的観測。例えばホームページを作って、すごくいいデザイナーの人にね、綺麗なホームページを作ってもらった。でそのホームページを公開した。そしたらここでお客さんが来る。あるいは例えば SNS でフォロワーを増やす。フォロワーが2000人とか3000人とか増えて、4000人とか5000人、 SNS で、新しい SNS で5000人増えた。5000人増えたから、じゃあそれでビジネスが繁盛して売り上げ上がる。そういうふうに希望的観測で希望的なビジネスを作ろうとしている人はうまくいかなくなります。大事なのは戦略です。しっかりと戦略を立てて、そして未来に自分がゴールを設定したら、じゃあそこから売り上げを上げていくまでのそのプロセスというのを戦略的に作っていく。でその戦略をしっかりと固めてやっていくことによって、自分が目標としているゴールに達成することができるようになって、そしてあなたのビジネスを少しずつ少しずつ大きくしていくことができるんですね。だからもしあなたがこれからオンラインでビジネスを作っていきたいというふうに考えているのであれば、希望的観測でビジネスをしないでください。あなたに大事なのは戦略的なビジネスです。じゃあどうやってその戦略的なビジネスを作っていくのか、どうやってオンラインで戦略的にあなたの見込み客を集めて、そしてあなたの価値を届けるオファーをして、実際にそこでお客さんを獲得して、あなたの売り上げをここで作っていくことができるのか、そのための方法、そのための方法をこれからあなたにマスタークラスと呼ばれる私の無料のオンライン講座でそれを教えていきます。全部で3日間の講座で、ライブ授業で、ライブでその授業を受講することができます。でこの中であなたがオンラインで実際にじゃあどうやってあなたの見込み客を集めていって、そしてその見込み客にどうやって価値提供して、どうやってあなたの持っている価値をマネタイズしていくことができるのか、そしてさらにどうやってあなたの影響力をオンライン上で作っていくことができるのか、その戦略、戦略的な方法を3日間かけてあなたに教えていきます。このマスタークラスへの登録は無料です。今この見ている画面のどこかにですね、そのリンクがありますので、そちらのリンクをクリックして、こちらのマスタークラスに登録をしてください。それではですね、また次回のビデオでお会いしましょう。